両チームの選手がピッチに姿を見せました。東京ヴェルディそしてレノファ山口の一戦です。アウェー山口のキックオフでゲームスタート。ヘナンのところから右ハイサイドに長いボール、高木大輔を競らせます。当然2桁ゴールの期待感というのもあります。沼田です。佐藤良賀が入ってきました。ボックスが倒れた。おっと PK か。ボックスの中に入ってきた佐藤良賀に対するファールを取りました。長いボール切りましたよね、はい、あとそのヘナンと桑原のボールの処理の対応のミスです、はい。反応していましたけれども決まりました。キーパーにはね少し読まれてましたけど、はい、ボールのスピードでねうまくいいコース、はい、しっかりと決めましたよね。これはワンタッチがつながっていて内側伺った杉本、さらに裏で要求梶川、そのまま運ぶ入れで持っていって浮かせて逆サイドの流れで新井が来た。ここはよく触りました関。結構走っていったんで逆サイドがやっぱり空いてましたよね、はい、あの相手のマークもねそのまま釣られてましたんで、はい、であれがフリーになって深澤とさらには梶川の間ですが梶川です。深澤ダイレクトで上げてきました。菊池が跳ね返しこれでシュートが来た。おーナイスキーパー。まだあります。入れ替わりを狙いますか。クロスバーです。中央に谷口インドガボニフェイスがいて大外に小池、加藤ニアサイド、佐藤良賀もニアサイド、加藤コケすらして小池、80分セットプレーから追加点東京ヴェルディ。ニア加藤すらして最後は小池。東京ヴェルディは、まあ、低いボールでねニアの加藤がフリーになってすらしたボールを、はい、まあ、ファーサイドでフリーな2点目取られてねやっぱりちょっとガクってなりそうな感じですけど、はい、やっぱり山口もう全然かからないですよね、はいはい、どんどん前から行きます。で間で受けた小池、外回った深澤流し込んできました。82分、佐藤亮が今日2点目、これで3対0です、ね、谷口くんが拾って、はい、ね、小池からサイドで深澤から宮城、逆サイド流れていきます。今4分台に入りました。そしてここで試合終了の笛です。新体制で迎えましたリーグ後半戦初戦。